こんにちは、モルサです。今日は前に言っていた、ドライヤーからセットを、一つずつしていきたいと思います。じゃあちょっとシャワー浴びてきます。はい、今シャワーを浴びてきました。ドライヤーで乾かしていきます。これ、なんですかね、メーカーはよくわかんないけど、安かったんで、はい。ここでポイントですね。立たせたいところをですね、こう、握ってですね、根元に風を当てて立たせます。立たせながら乾かします。そうするとですね、セットがすごく楽になるんで、はい、ぜひ試してください。では、いきます。まずは、顔周りからやっていきます。すいません。あるんだ。はい、OK です。では、ここに、こっちに鏡があるんで、この辺に、はい、見ながらやります。こう、握ります。そして、根元に風を当てて、立たせます。根元に風を当てて、立たせたいところは立たせます。ぐしゃっと。しっかりと、パーマかけてる人とかはですね、こう、揉み込みながら風を当てると、パーマがよく出ますね。僕は今パーマかけてないんで、やらないんですけども、パーマかけてる人は、ぜひ、こう、揉み込みながらやってみてください。そうですね。襟足なんかは乾きにくいので、早めに乾かしましょう。ドライが終わりました。まあ、このちょっとふわっと浮いてる感じですね、ドライは。こういう感じに仕上げてあれば、まあ、いいんじゃないでしょうか。でですね、温風を当てた後にですね、冷風を当てると立ちますね。一回やってみましょうか。温風で立ち上げて、ここに冷たい風を。これ冷たい風ですね。冷風を当てたところ、立ってますね、これ。温風を当ててから、冷風をすぐに根元に当てると立ちます。はい。それでは、ですね。あ、化粧水もさっきつけてきました。はい。それでは、じゃあ、アイロンですね。もう時間ないんですぐやっちゃいます。M 字を作りたいので、3つのブロックに分けます。じゃ真ん中のブロック、根元から、ゆっくりですね。次、左側のブロック。本当はここ、櫛を使ってですね、溶かしながらやると、完成した時にですね、指の引っかかりがなくなります。すごい、すっきりと、はい、仕上がりますので、ぜひやってみてください。で、右側行きます。ああ、これ、色入れたばっかなんで、あんまりアイロンはやりたくないですね。正直。アイロンをやってしまうと、色が抜けてしまうので。そうですね。
したらですね、昨日言ったようにですね、昨日じゃないですね、すいません。前の動画で言ったように、根元を引っ張って、根元にこうやってからですね、毛先で刈るさせると。わかりますか？で、毛先で刈るですね。はい。これを繰り返していきます。毛先で刈ると。毛先で刈る。毛先で刈る。まあ、これを繰り返していけばですね、大体の形はできますね。ワックスとかスプレーを使わなくても、このアイロンをですね、しっかりと使えれば、使えればですね、やっぱり、元のね、ベースがしっかりしているので、ワックスも乗りやすいですし、形がですね、自分の想像していた形にですね、近づきますね。はい。ぐっと、前にカールさせると。で、根元、カールですね。で、次、右サイドいきます。カールですね。この前に持ってきたいときは斜めにカールですね。そうすると前に行きます、これが。まあ、それを繰り返して、基本1秒ぐらい止めてですね。で、毛先でカールというのが、基本になりますね。このカールさせる方向は、外ハネにしたかったら、もちろん外にカールですね。はい。そして、ですね。昨日じゃないな。すいませんね。前の動画で言っていた、中間で縦にして、こうカールさせると。はい。すという具合にやるとですね、こうなりますね。こちら側にやりましょう。まずは一回ストレートにします。一度ストレートにしてから、こうですね。こんな感じで、いいんじゃないでしょうか。そしてフロントですね。フロント。フロントもしっかりと動きをつけましょう。横から見るとこんな感じですね。これはまだアイロンしただけですね。はい、もうアイロンだけでもやっぱりこれぐらい動きは出るので、はい、どうでしょうか。ざっとこんなもんで、どうですかね。もうワックスを使ったみたいに立ち上がりますよね、綺麗に。はい、後ろはですね、頑張って、三面鏡がある人は、それで頑張ってですね、ない人は、もう、適当ですね。とりあえず、根元からぐわっと立たしちゃってください。つむじ周りがやっぱ潰れてるとかっこ悪いのでね。
構つむじ回りをシャドウつまんで、いいですかね。こんな感じで。とりあえずこんな感じですね。時間がないぞ。次はですね。もう M 字じゃなくていいですね、これも。時間がないんで、M 字やめましょう。では次、ワックスの代わりですね。僕は最近ちょっとハマっててですね。何ですかね。デザインファクトリーという、パウダー状のですね、パウダーのワックスがあるので、それを根元に、1回から2回ですね。これ、すごいですよ。ワックスと違って、そんなにベタつかないですし、揉み込めば何回でも一日中、形をですね、キープできるんですよ。自由自在に変えることができるんですよ。そうですね。こう、つまん、後ろに引きながら、カールしたね、毛先をつまんで、こう前に持っていくんですね。はい。まあ、基本は後ろからなんですけど、ちょっと時間がないので、すみません。今回はですね、ちょっとフロントの方からですね、トップからですね、トップ、フロントっていう形でやってますけど、理想はバックからですね。はい。とりあえず完成しました。こんなもんで、どうでしょうか。短時間で作ったので、ちょっと雑なとこが多いですけども、それなりに、こう立体感のね、ある、髪型ができたんじゃないでしょうか。どうですかね。こんな感じで、はい。じゃあご視聴ありがとうございました。